おはようございます、今日の話は山口周さんの思考のコンパスという本の中から同名の題で書きました。2021年8月の時点において新型コロナウイルスは全世界において消滅を極めており、その影響がどの程度持続するのか予断を許さない状況がすでに1年以上続いています。このような、予測が難しい世界を生きていくために、私たちは何が必要なのか。それは旅行者、トラベラーが頼る地図ではなく、探検者、エクスプローラーが頼るコンパスだというのが本書のタイトルに込めた私のメッセージです。なぜなら現在のように状況が目まぐるしく千変万化する世界において、地図の情報はすぐに古くなってしまう、そして役に立たないからです。このような時代にあって必要なのは、常に進むべき道を示してくれる思考のコンパスなんです。では具体的にどのような方向に私たちは進んでいくべきなんでしょうか。ここではまず3つのポイントがあると思います。1つ、仮想空間へのシフト。2番目、反都市化への反転。3番目、ライフスタイルの多様化、複層化。1つ目の仮想空間へのシフトというのは、コロナの影響によって、リモートワークへどんどん移行している。リモートワークというのは、仮想空間なんですね。で、今回のパンデミックにより、反強制的な社会実験についてほぼ全ての企業に導入されています。今まではですね、オフィスにみんな集まってやっていたというのは、そういうふうにどんどんと変わってきた。でさらに指摘すればですね、東京というのももともと非常に仮想空間シフトに向いていたということですね。反都市化への反転と、これはですね、反都市化というのは、いわゆる都市に人が集まってくるという都市化の現象と逆のトレンドです。世界は長らく都市化のトレンドの最中にありましたけれども、これがですね、反都市化になってきたと。で、いろんなその仮想空間へのシフトが進めば、多くの情報は仮想空間上でやり取りできるようになるため、物理空間に集まることの意味はどんどん希薄化してくるということですね。それからライフスタイルの多様化、多層化というのはですね、このような変化が起こってくると、個人が選ぶライフスタイルもまた多様化することになるという。通常都市にオフィスを構えている会社に勤めている人であればですね、週に5日出勤し、土日に休みを取るというのは標準的なライフスタイルでしたけれども、ここには全く多様性がなかったわけですね。どこに住むかというのも多様性がなかった。この辺がどんどん変わってきているということです。じゃあ今日はこれで終わります。